はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルは本日のコーヒーでございます。はい、こちらね、久しぶりに新しいコーヒーの通販を開拓いたしました。今日はライトアップコーヒーというところの、お試しセットでございます。3種類入っております。でですね、僕ライトアップコーヒー自体には実は行ったことがあって、てか、通っていて、京都にいた頃ですね。本店は、東京にあるんですけれども、京都の方に京都店が、出町柳だったかなにあって、仕事帰りとかに、美味しいアイスラテとかをね、飲みに通ってたんですよ。で、一応味はね、要は知ってるわけですね。だお試しセットもクソもないんだけど、だせっかくだしたと思って、堀口コーヒーで前にお試しセット、結局買えなくて、すごい悔しい思いをしたんで、今回こそはね、買ってみようと思いまして、買いました。結構お安くてね、1500円くらいだったかな。お試し価格だし、いっぱい入ってるし、すごくいいなと思って、試してみたいと思います。こんな感じでレターパックできたんですけれども、開け口ここかな？こうだね。よっ。おー、開けやすい。はい、こんな感じで、3種類入っております。これは、ブレンドなんかな？いや、違うな。それぞれにね、なんかカードが入っているんですけれども、まずこのソフトって書いてあるのが、コロンビアのカーニャドルセ。このソフトっていうのは、印象なんかな、味わいの。で、このジューシーっていうのが、ルワンダのシンビ。そして、これもジューシーですね。が、タンザニアのシンジンゴって書いてあります。柔らかい豆が1つと、ジューシーなのが2つ。スペシャルティーコーヒーのライトアップコーヒーだからね。かなり、透明感のある味わいだとは思うんですけれども、コロンビアがブラッドオレンジの果実感、ブドウの印象や花の香りも心地よい、ブラウンシュガーのような甘さの残る後味で優しい味わい。これ説明がうまいとこほんと好きよ。堀口もそうなんだけどさ、やっぱすごいイメージ湧くじゃん。で、このルワンダのシンビがまるで缶詰のみかんのような甘さを伴った柑橘の明るい風味、黄桃のような果実味とシロップのような舌触り、いいね。で、タンザニアが白ぶどうやオレンジを思わせるみずみずしい果実の印象と鼻に抜けていくフローラルな香りが特徴のコーヒー。やっぱり全部フルーツ系だね。スペシャルティーコーヒーってそういう感じだからね、コーヒーの持っているフルーツ感をこう出すというか、そればっかりじゃないけど、なるほど。で、全部一応ウォッシュとの生成ですね。やっぱり綺麗な味わいなんだな。よし、じゃあどれ入れようかな今日。ジューシーソフト、ブラッドオレンジか缶詰のみかんか、白ぶどうやオレンジ、白ぶどうやオレンジいいかなこれ。いや、でもこのコロンビアのブラッドオレンジと、これもブドウが入ってるんだ。ブドウの印象や花の香りも心地よい、ブラウンシュガーのような甘さの残る後味、これいいな。ソフト、じゃあこれにしよう、コロンビアにしよう。で、ちなみに箱にはね、こんな感じでポストカードかと思ったんだけど、裏にね、ドリップのレシピが入ってました。メソッドですね。どうしよう、これ使って入れるか。こっちがアイスコーヒーで、こっちがドリップホットコーヒーですね。じゃあこいつを使って今日は入れていきましょう。豆が 15g でお湯が 235g、 重さを測るタイプよね。じゃあスケールを持ってきて入れてみたいと思います。よし、じゃあ開けていきましょう。てか、そういえばこれ何 g なの。50g ですね。50g が、3袋入って1500円、送料込みなんですけれども、お試しセットと考えればね、すごいお手頃だよね。ちょっと、めっちゃフルーティー。ここのとこ結構深入りばっか飲んでたから、なんか初めてこうスペシャルティーだねっていう、コーヒースタンドに行った時のあの感動があるな。ライトアップや。そうライトアップ、出町柳のお店に行くとすごいね、このフルーティーで華やかだね、甘い感じの香りがねするコーヒーが出てきたんだよね。はい、お豆としてはこんな感じでございます。やっぱりかなり浅いですね。ローストとしてはどのくらいなんかな、ミディアムまでいってない気がするんだよね。なんかシナモンとか、ミディアムに足引っ掛けたか、そのくらいですね。これを、15g ですね。
よし。火加減どのくらいなんだろう。あんまり多分ね、粗すぎても困ると思うんだよね。多少細かめに、どうしよう。結構本当いつも飲んでるのより焙煎と違うからね。3くらいでいいかな。よっ。強い、すごい強い。あーいいね。そう、これがね、浅入れの良さなんだよね。あーいいね。でドリッパーの指定は特にされていないんですけれども、一応僕が京都にいた時に、ライトアップで使っていたのがハリオかツバメなんですよ。だから今日は一応ハリオでやりたいと思います。はい、そしたらまず、ドリッパーにペーパーをセットして湯通しを行います。これは髪の匂いを取るためと器具を温めるためって書いてありますね。まあ僕も同意見ですが、そんなにこの髪は臭くないんでね、まあ一応やる感じで、はい、しっかりお湯を切って、今度はサーバーをセットします。でここに粉を入れるんですが、注意しないと縁が濡れてるんでね、くっついちゃうんで、しっかり中央に注意して入れてあげます。はい、じゃあここから本番ですよ。まず 35g のお湯をこの粉にかけます。35ね、35、油断してるとすぐだからね。35、よし、 OK で、混ぜる。スプーンで混ぜる、もしくは、ドリッパーをぐるぐる揺する、まあどっちでもいいみたいですね。こんなもんでいいかな。とりあえずまあ全体がね、しっかり馴染めば OK です。で、1分半から2分の間に 235g のお湯を注ぎ切る。ってことはゆっくりゆっくりこう持続させてってことかな。いや違うな、この1分半から2分の間、30秒の間に235のお湯を注ぎ切るって意味かな。確かにね、ライトアップでは結構放置してた気がするんだよ、最初のお湯を注いでから。じゃあこれで待って入れるってことでいいんだよね。よし、注ぎます。30秒で注ぐってなかなか難しいね。結構多いよ、235って。よし、 OK、 こんなもんか。よし、あとはこれで待ちます。え、合ってるよね。ん、これ違うな。あ、これ間違えたわ、違うなこれ。今あの QR コードついてたから動画の方を見てみたんだけど、これちゃうな。わかりづらいよ、これ30秒蒸らすって書いてねえじゃん。とりあえずじゃあこれ30秒蒸らしてから、そっから1分半から2分の間までに、235のお湯を注ぎ切るんだ。なんだよ。まあいいや、とりあえずじゃあこれはこれとして置いとこう。はい、それでは仕切り直します。まず粉を入れて鳴らして、タイマーをスタートします。でこれと同時にもうお湯をね、 35g 注ぎ始めます。よし、 OK、 ぴったりで、混ぜますね。全体がしっかり馴染むように。よし、こんなもんかな。でもってこのまま30秒蒸らしていきますね。よし、 OK、 そしたらここから細く持続してお湯を注いでいきます。まあ、根元から細いドリップケトルの方がやりやすいでしょうね。でこれが1分半から2分までの間に235注ぎ切ります。まあ、結構じゃんじゃんいっちゃっていい感じかね、この様子だと。
まあ、ドームとか関係なくね、もう全体にお湯を足してあげるイメージで。もうそろそろかな。よし、OK、235。今1分半です、ちょうど。これで待ったらいいのかな。ポイントは、沸騰したお湯を常温のケトルに移した90度以上のお湯がおすすめ。で、焙煎日から3週間後は甘くて飲み頃。3分以内に落ちきる引き目に合わせる。苦い粉っぽい時は引き目を粗く。酸っぱい甘さがない時は細かく。なるほどね。はい、じゃあこれでそろそろ落ちきるかな。よし、いい感じです。したら下ろしますね。よいしょと。 OK。 はい、でもせっかくなんでね、ワイングラスでいきたいと思います。フレーバーグラスか。おおあ、いいねいいねいいね。やっぱり浅煎りだから色が綺麗だね。赤いんだよね、コーヒーってね。よし、OK、出来上がりました。今度こそ、ライトアップコーヒーの、こちらコロンビアのカーニャドゥルセですね。いただきます。ブラッドオレンジの果実感、ブドウの印象、うん、あー、いい香り。あー、粉の時より結構しっかり感が増したかな。いただきます。確かに、確かにね、あのソフト柔らかいで甘い、うん、焙煎度が焙煎度だからかなりあの酸味くるかなと思ったんだけど、コロンビアだし。あ、そんなことない、ソフトだわ。確かに柔らかい、うまいうんうんうん、すごく軽いんだけど濃度感がないわけじゃないから、なんつうんだろうな、この絶妙なバランス。これはこれででもジューシーかも。なんというか言葉選びは難しいんだけど、いわゆるコーヒーらしいコーヒーではないのよ。苦味とかコクとかしっかりとかっていう。でもあー、うまいな。ちょっと一回間違えたけど、このドリップメソッドもすごいいいと思う、正直しっかりこう豆のポテンシャルが出てるっていうか、変に薄くないし、ちょうどいい味わい。うん、うまい。ちょっと試しにさっき入れたやつ飲んでみようかそんな冷めてないから、結構熱いね。このままいただきますうん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 、あー、美味しいんだけどね、やっぱちゃうねお湯の分量は一緒なんですよ。だけど、なんか変に酸味が尖ってるな。うん、強いわけじゃないんだけど、なんかこう尖ってる、エグさにも変わってるというか、で微妙にこう薄い、うん、あ、雲泥の差やっぱ入れ方で変わるね。あー、うまいうまいうまい。こっちの方がうまい絶対。うん、すぐに飲み込まずにしばらく冷めるまで口の中で遊ばせておくと酸味を強調して味わうことができるし、逆にすぐに飲み下してしまえば、なんだろうな、口の中に残る甘さかなが強調される感じがあります。そう、スペシャルティーコーヒーの浅煎りってこういう楽しみ方がいろいろできるんですよね。まあだからこそちょっと、最初スペシャルティー入った時お店に行って説明書き読んでもちょっと悩むところがあるんですよ。僕ちょっと苦労しました自分がどれが苦手か得意かって分かってないから、でそこへこう突然苦手なすごいきつい酸味とかが来ると、おおあー、なかなかパンチ強いねって時があるんで、まあそういうところはあるんですけれども、やっぱりこんだけね、こうマッチするコーヒーに出会えると、うん、ほんとね、ジュース飲んでる感覚でね、個性強いのが飲めるんですよね。面白いんですよ。まああの他にね、あるこの、タンザニアとルワンダも、個人的に楽しみたいと思います。まあ皆さんもぜひぜひね、ライトアップコーヒーさんお試しセット、まあ、1500円で売ってるみたいなんで、あの試してみてください。まあ豆自体はあの季節ごとにね、シングルオリジン切り替わるみたいなんで、あのこれ飲みたい方はお早めに。はい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネル、本日のコーヒー、ライトアップコーヒーさんのお試しセットの一つ、コロンビアのカーニャドゥルセをいただきました。すごく美味しかった。
あ、好き。はい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。